はい、皆様こんにちは、ジュエンです。ナチュラリウムタイムスはこれからこの60センチスリム水槽に着手していきますよ。誰の真似もしないオリジナリティあふれる、そして皆様が少しでも癒されるような水槽ができたらなって思ってます。はい、タイムラプスで作成工程をガンガンもう進めておりますけれど、すいませんね。この水槽の一番のアイキャッチはもちろんアヌビアスバルテリーですね。左手のでっかいアヌビアスです。この間の投稿でご紹介したんですけど、これね、ホームセンターで買ってきた安い観葉植物たちをよく洗ったのを流木を支えにして植栽しております。流木はダイソーとかセリアで売っているクロコダイルという名前の両面テープ防水で固定してます。外部フィルターはエーハイムの2213をずっと回しっぱなしにしてバクテリアを活性化しているんですけれども、水草を植栽しました。他の水槽から取ってきたんですけれども、今映っているのはオーストラリアのチドメでしたっけ、適当ですけど、あとスクリューバリスネリアと、もう一個のこのこれなんだっけ、ポがつくやつあとはショートヘアグラスとか、あと隣の水槽で浮いてた、どう忘れしたこれ、ピンナティフィダ、ピンナティフィダ、はい、そうです、ピンナティフィダがねちょっと浮いてたんで、それを一応植えてみましたけれども、通常でこんだけ観葉植物がわさわさなので、水の中もねこれからどんどん豊富にしていきたいと思ってるんですけど、山崎かずらの若葉が今にも開きそうになっておりますという感じで、4日後の様子でした。はい、じゃーん。というわけで、なんで登場してねんっていう話なんですけど、すいません。これは ADA のラプラタサンドです。実はね、これ、家にちょっとしかなくって、メルカリで注文してね、急遽手に入れたんですけれども、ジェックスのベストサンドがメインになっちゃってて、ほら、わかるよね。わかるよねってなんやねんな。茶色っぽいでかい粒がメインになってたんですけど、本当は化粧砂としてラプラタサンドを使いたかったんですけどね、足りなかったんですよ。なので、そうなんです、メルカリさんに頼ったというわけで、
そしてこれは ADA のアクアグラベル。これを石の周りにパラパラーっと巻いていきたいと思います。それでより一層自然感っていうかな。なんかそんなのが出てくると思ってます。で、これは同じ日の夕方なんですけど、また植物を入手したんですよね。とても安く。なので、準備万端。何を買ったかというと、こちらはスキンダプサスっていうやつですね。ちょっとフィーリー。根っこも綺麗に洗いました。ちょっと傷んでるとこは、チョキンチョキン切りました。こちらはシュガーバインですよね。シュガーバインっていうやつね。これも根っこちょっと切ってみました。で、それを植栽するところをご覧ください。ここで流木が1本じゃ足りないことに気づいて2本になりました。実はね、テーブルヤシの後ろにも支えとして1本入っているので、右側で3本の流木使ってます。新しく足した流木にクロコダイル両面テープをピタリ。これは何かっていうと、ジェックスの水洗い不要、ロッカーバクテリア入りっていうやつね、セールだったんで買ってみました。これを足すことでさらに自然感アップするんじゃないっていうね、淡い期待と、あと、バクテリアっていう言葉に反応しちゃって。っていうか、一番反応したのはセールっていう言葉ですけどね。まあ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 、落ち着きましょう。これね、敷き詰めないと意味ないのかもしれないけど、まあ飾りですね。正直この水槽ではね、他の水槽ではもっとたくさん使いたいなと思いますけども、まあいい感じでアクセントになったんじゃないかなとは思ってます。バクテリア頑張れ。まあそういう経緯を経て、こういう感じの水景が今んとこできました。右上わしゃわしゃ、左下わしゃわしゃという感じで、大きめの石がまた目立ちますけれども、これね、成長してったらどうなんのかなってすっごい楽しみなんですよね。ちなみにアヌビアス、バルテリー、水上用になってますね、すでにね。うん。いい感じです。こちらはアヌビアス・バルテリの根元、足元にあるアヌビアス・ジェイドですね。高かったんですよ。なのに今エビ水槽に入ってて、しかもなんかモスとかに絡んでて全然見えなかったんで、もったいないからよく見える水槽の一番手前に置きました。そしてアヌビアスプチかな。この大きさの違いをご覧くださいという感じで撮りましたけど、まあだから何っていうね、そんな感じなんですけれども、まあアヌビアスバルテリー今のところ気に入ってますね。あとはこのシダ植物、名前は忘れましたけど、ラビットフトとかいうかな、白いとこね、もさもさの毛が生えてる白いとこ、あれが水に浸かっちゃうとちょっとまずいんですよ。枯れちゃうんで、流木の上に乗せ直したという感じで、水もだいぶ透き通ってきて、ねえ、ポピーパイプだっけこれ。ガラスパイプから排出される水の量もいい感じなんじゃないかな。穂がつく水草もね、これも
あとスクリューバリスネリアもオーストラリアのチドメだけも爆裂増殖するタイプの水草なので、あんまり植えすぎないようにはしたんですけどね、増殖してくれるといいなと思ってます、これね。で、このごっつい根っこ何っていう、一番手前のごっつい根っこ、これ隠しようがないなって思ったんですけど、これ何かっていうと山崎カズラです。山崎カズラなんですよ。テーブルヤシじゃなくて山崎カズラ、こちらですね。すごいんです、勢いが。若葉が広がりそうだなって言ってた翌日にはもう広がってましたね、こんな感じで。大きさはまだまだね、ベイビーって感じですけども、水質浄化に貢献してくださいという気持ちを私は今持っております。ちょっと待って、ここなんか埋もれてるぞ。まだね、ちょっと埋もれちゃうやつがいるんですよ。ここに慣れてなくて。たまに引っ張り上げてあげないといけないんですけどね。まあ、成長してったらぎゅうぎゅうになって多分固定されるんじゃないかなと思ってますけれども。他の水槽の観葉植物たちも元気ですしね、これもうまくいくといいなと思ってます。スキンダプサスも新しい葉っぱが展開しそうですね。この2、3日で開くんじゃないでしょうか。楽しみですね。これどんだけ成長するんだろう。1年後とか本当楽しみなんですよね。最初からこれですよ。楽しみをくれちゃって。アクアリウムめっていう気持ちなんですけれどもね。はい、皆様、最後の挨拶の時間が来ました。今回はこの60センチスリム水槽の立ち上げ映像をお送りしましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとでもね、いいな、って思っていただけたのであれば、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。コメントも残していただいた方ありがとうございます。嬉しかったです。これからもコメントガンガン残してください。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もしてくださっている方、どうもありがとうございます。感謝感謝です。まだという方、ぜひ今日していってください。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。Bye.